今日は素手でチャレンジしてみます。あれ、ハンズちゃんそんなとこにいんの？はい、なぜかこんな風に柱の陰に行っていますが、はいはいはい、素手でいいじゃん。ダメですか。なかなか壁が高いですね。では、はい、これだよ。大丈夫ね。いい感じでしょ。ちょっとね、場所が撫でにくいんだよ、君。カオリンちゃんの場合、シャーを言ったすぐ直後にこうやってなでなでに、まあこのブラシはですけどね、反応、気持ちよさそうな反応をします。怖いとか怒りとかそういうことが割とこう深くないというかですね、ただやっぱり素手で撫でることを受け入れてくれないとやっぱり先には進めませんので、この状態で抱っこっていうのはもう到底やっぱり難しそうなのでね。かわいいね。来てすぐに、気がついたこの顎の傷ですが、もう完全に完治しているようですね。顎を上げてみてくれる？もうちょっと、口の周りも割と綺麗になっているし、健康状態はいいと思います。
疲れ様。はい、いい子です。綺麗だね。はい、でカリンちゃん、カリンちゃんさ、ベッドが落ちそうになってるの。うん、はい、カリンちゃん、カリン、これ、今日はシャアなしだね。ほら、おりちゃんさんね、いい子になってきたね。どうぞ、はい、どうぞ、もうそこで指からくれってこと？あ、そうなの？でも今日ね、チュール乗せてなかったんだ。ないんだって。降りないと食べられないよ。チュールおやつにあげようかと思ってさ。チュールじゃなくても食べる。はいはい、いくらね。あ、くわえて持ってっちゃった。はい。はい、じゃあ下だよ。下においで。なんで下だよ。指舐める？指舐めるの。もうないよ。下下。ここで。カリン。カリンちゃん。おいで。やだよ。ほら、くんくん。見てあげ。見てあげ。よしよしよし。いい子だね。あら。どうぞ。ほら、食べてね。おいしいね。おいしい。カリン、食べるの？食べさせてよ。食べたい気分なんだね、タカちゃん。はい、多分、うん、チュールがあったらもっと撫でられたんだと思うんだけど。アンズちゃん、はい、アンズちゃん、撫で撫でさせてよ。よいしょ、はい、いいよ、ここで撫で撫ででも嬉しいです。ありがとうございます。ラ、うん、ンズちゃん、はい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 、くしゃ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 、またそこ誘ってんの。あそこが好きなのね。あ、ママさん来たらもう、はいはい、別物。ラ、すぐご飯だから。馬なのか。
楽しいね。うん、いい子だね。